キャッチフレーズやっていききまましょうかいきます福井県といえばカニ、はいかーはい、ということでこんばんは今日は一人でございますそう昨日はねソラノンとコラボ配信だったんですけど今日は一人でございますはい今日はねあの私は土日ということでお買い物に行ってきましたそう今日はそんな感じ今日もねしっかり しっかかりと福井は暑ったので半袖で袖ございますあ、そうこの,この服とこのネックレスと今日はちょっとかっこいい感じなんですけれどもそうあのー、あれなんですよ「通販シーン」だったかなシーンってところで初めて頼,頼んで初めて届いて嬉しくてすぐ来ちゃったっていう感じですはい。 だから今日は髪の毛もちょっと外ハネにしてみましたはいロックなロックな感じそう最近大人っぽいねほそそうかんだそうですかありがとうございますそう髪伸ばしてるからねそう前髪も伸びたしでもそろそろ切らないとなと思ってますで今日ねちょっと急にね多分20時から配信しますとなったんですけど今日はちょっとねあのー、話したいことがありまして まあちょこっとだけ配信させていただくんですけれどもあのー、昨日ね空のンとコラボ配信をしたと思うんですよそうであのー、結構ね皆さん意外だなって思った方が多分多かったと思うんですあのー「ハッシュタグヒューメールとか見てても「も久しぶり?」っていうか「初めてじゃない?」みたいなそうコメントが多くってそうなんかあのー ね、意外だねみたいな話をされたんですけどそうあのー、なぜソラノンとコラボ配信をしたかというとソラノンがね6月6日まであのー、あれですミニのイベントをやってるということでそれに協力できたらなと思ってはい私もコラボ配信させていただいたんですけれどもそれだけじゃないんです、まあ、それもあるんですけどそれプラス今回ね あの先ほどもコメントがちょこちょこあったんですけど最近ひゆかちゃん配信多くないと思った方いらっしゃると思うんですけどそうなんですそうなんです今月6月はなんとコラボウィーク配信をしようと思っております <laughs> イエイエイェイエイェイエイェイイェイイェイとはいコラボウィーク配信ということで なんとソロノンだけじゃなく来週もどなたたかとコラボいたしますはいウィークというかまあだからソロノンは最初のコラボ相手だったんですけどそうまあ次週は違う相手とって感じではいこん今月コラボウィークコラボマンスということで、はい、コラボ月間。 やっていきますそうでね今回もね私のまああのー、以前ね3月ぐらいにツイッターで、あのー、比喩日記比喩日記っていうのをやっててまあ皆さんに、まあ、ちょっとね私のことを知ってもらえるようにあと中学生の思い出を残せるようにまあいろいろ1ヶ月間続けてね、まあ、福井のものを紹介したりとか。 うで紹介したりとかいろいろしたと思うんですけど今回はねその第2弾みたいな感じでまあえいともさんにちょっと喜んでいただけるような企画をなんか考えたいなと思ってはいでそれプラスみんなとみんなと交流をしてそうなんか全員が楽しめるというかあの知らなかったことを知れたりとかなんかそういう月になればいいなと思ってそうだから今回も考えてみました。 はい今回はそうだからコラボをまあいろんな人としていく、まあ、いろんな人って言っても、まあ、そこまで多くはないんですけどはいちょっと話したいことある人とかはいとコラボをしていくという感じですはいそう本当にねこれずっとしたくてずっといつかコラボ配信のなんか月とかあったらいいなと思って。 そうなので来週はいまた別の方とコラボしますのでそちらもお楽しみにしていてほしいなと思いますまだお相手は秘密ですがはい誰かなとまあ予想して楽しんでいてほしいなまあ待っていてほしいなと思いますはい <laughs> 俺かな <laughs> 俺かもしれないしねうんそうですそんな感じそうだからねやっぱり いいっぱいそうあのー、基本的に私は地元民なので地元民っていうのもなんだけど、まあ、福井からねまあ発信してるということで何か自分でもね企画練ってえいともさんに楽しんでいただけることないかなと思って今回ちょっとねこの企画を考えてみましたがさあどうでしょうか。そうで昨日はは第一弾ととととししててあとミニのイベントと協力として、はい そう本当とにねあの多分皆さん全然ね意外なコンビだなと思ってたかもしれないんですけど結構あんな感じでめちゃめちゃ自然ともうほんにね仲いいんですよだから楽しかったね久しぶりに話したし舞台以来にそう話せてであの後、ね、あとね結局なんかねあの配信が切れちゃって私が。 21時までだったの私もね22時までかと思ってたら21時まででそう申し訳ないなんかぐだぐだした終わり方になっちゃったんだけどそうでもその後にソラノンがあのありがとねみたいな「本当に誘ってくれて嬉しかった」って言ってくれていや本当にこの企画やってよかったなっなんかもうね <laughs> 思っちゃいましたそうソラノンから「ありがとう」って「久しぶりにコラボできてよかった」って。 初めてか初めてコラボできてよかったでまたしようと言ってくれてそうであと次はねあのー、2人のコンビ名も決めてやろうって言ってくれてそう嬉しかったですねはいだからそうだねちょっと次のコラボもはい私も楽しみですし皆さんもね楽しみにしていてほしいなと思いますはいそうですねコンビ名ね ソラノンと私のコンビ名ないからね何がいいんだろうなんかいいのあったらぜひツイッターとか755とかインスタとか送ってください <laughs>、はい、お願いしますそうですねだから今月、はい、楽しみにしていてほしいなと思いますうんそう結構裏話とかもあるからねやっぱりホテル一緒だったりソラノンとかね 一緒だったりとか、二人で渋谷行ったとか、そう、結構ね、思い出はあるんですわ。そう。だからね。はい。です。そう、朝よ、朝弱い話そうだからね。そう、コラボ配信って、そういうところがいいよね。なんか知らない話。が聞けるから。お互いの印象とか。ね。なんか。いいなと思いました。 そういいなと思いましたそうねでも,もっとね空ノはねあのー、本当に仲良くてずっと一緒にいるんですけどなかなかそういう写真を撮ったりとかはしなくてまあ討論っていうか語り合いが多いのでそうだからあれなんですよちょっと。 あのー、ねなんか「ドンこれしました!」みたいな写真とかがなくて悔しいんですけどはいなのでねもっと一緒のとこじゃあ一緒に出かけて思い出ね作っていきたいですよ。うん。はいと討論っていうかはなはなお話してますお互いの意見言ってなるほどなーとかそういろいろ話してます。 そうね本当に空の先輩先輩が年上なのに本当におっとりしてて本当私のわがままの話まあ年上だからかもしれないけど私のわがままの話とか聞いてくれたりとか本当もう天使ですね天使ですですはいそうだからね昨日でも昨日クラブ配信見てくださった方いたかな多分いると思うけど そうなまりの話したんだよあのねそうだそうだそうそれ言いたかったんだけど <laughs> あの昨日ちょっとね、まあ、19期生の話になって19年組がまあ福留が卒業発表しちゃったから3人になっちゃうって話になってで私がね宮崎弁をちょっと勉強してきたんですよ昨日せっかくほラあの空のとコラボするからあの。 宮崎弁なんか言いたいなと思ってそうどげんかせんといかんなまあこれはどうにかしないといけないという意味でまあ19年組3人どげんかせんといかんって言ったんですよかっこつけて誰も反応してくれないの <laughs> 悔しいそうあの結構ねあのみんな気づいてくれると思ったんですよ よこちゃん宮崎弁知ってるんだみたいな感じでバッと来ると思ったらみんな結構深刻な感じで「道元化せんといかん」って言ったら「本当にそうだね」っていうあのいつもね結構私になんか「よこちゃん宮崎弁しゃべってるけどなんか変だよ」とかいじられると思ったんですよそしたらみんな「本当にそうだよね」って「頑張って」っていう本当にガチでそうだからもうね3回くらいにしといた。 もう本当は10回くらいどげんかせんといかんよと思ったんですけどせめてもう3回だけは言わせてと思って3回だけにしといたうん3回そうボケそうボケだと思われてなかったのえあこれガチなんだみたいな感じでみんなガチで捉えてくれてガチで返してくれたうんうん一応ボケた一応ボケたけどそうね <laughs> そうっていう話なんですよそう 結構ね皆さんねもうほんといいですよ全然もうそうまあねまあ土下座せんといかん話ですからうんいいんですよいいんですいいんです全然いいです <laughs> 全然いいですそう気づいてほしくて3回言ったんですけどそうそうつまり滑ったつまりそういうことです あでもまあよかったけどね別にいいけどねゲームマジ深刻な問題だからそうでもちょっとどげんかせんといかんめっちゃ突っ込まれそうって思って言ったら全然突っ込まれなくてあって心の中であっそうですもうついついねボケようとする癖が出ちゃってはいそうち,ょっとくちょっと悔しかったね <laughs> 悔しい <laughs> はい です、そう <laughs> そんな感じです。で昨日楽しかった本当コラボをねどんどんしていきたいですねいろんな方と、はい。来週はどんな方とするのかお楽しみにはいしていてほしいですね。そうだからこういうねなんかみんなが楽しめる企画をどんどん考えたいなと思っててしたい企画めちゃめちゃあるんですよもう。まあまあ、まあ、まだ言ってないんですけどいろいろしたいことはあって。 そうだからこれからちょっと今年はねそういうしたい企画とかどんどんできたらいいなって思ってますそう個人的配信をちょっと頑張りたいと思ってますしこのショールーム配信ねそうまあちょっとねうん企画いろいろ考えておきますみんな楽しめるやつねそうだから「ダイナソークラブ」とかもね最近してないからそうだから「ダイナソークラブ」皆さん覚えてるかな ダイナソークラブ私は覚えてるんだけどねそう「ダイナソークラブ」もあったしいろいろしてるんですよ前の企画もいろいろあってでも最近してないからねねえ忘れないで「<laughs> 忘れました」とか言われてそう「ダイナソークラブ」もそろそろしたいですしねはいあーでも知らない方もいるかもねちょっとまたするときに 後々説明しようと思いますがはいまたそういうね面白い企画もやっていきたいと思いますはいあマジマジ子とかうわ懐かしい懐かしいだからそんなんかめっちゃいろんなキャラあるよねマジマジ子とかオタクロウとか懐かしすぎて <laughs> 懐かしすぎて笑えてくる懐かしいなそうですこんな感じで はい、そうだから今日はねそれを伝えたくて今日急にちょっと配信しちゃったんですけど、はい、で今日ねちょっとね友達が来てて「学校楽しいよね」ってさっきから言われるんですけど「楽しいよね楽しいよありがとう」<laughs> そうめちゃめちゃ最近ね友達ほんとにあのめちゃめちゃねあの早くって反応がさっきもねインスタで「あの,あの配信しますよ」みたいな。 あげたんですけどもうすぐね「ねえどこでやるの?」みたいな「どこの配信?」とか言われて <laughs>「ショールームだよ」って言ったら「行くね」そう,そう友達がね来てくれてますありがとうそうコメント欄がさっきからね荒れてるのよそうさっきからね「学校楽しい楽しい楽しいよね」だから、ね、会話してるんだけどほんとそれはね個人の 会話でしてね <laughs> 見えてるよ。ありがとう。もちろんだよ。そう、みんなあだ名でそう呼んでくれるの。今とかも、ひゆちゃんって呼ばれてて、今までね、私なくってそんなあだ名で呼ばれるとか、全然なかったんだけど、そう、ひゆちゃんって呼ばれてます。嬉しい。<laughs> 言ってないし。<laughs> いやー、はは、しら。 本当に面白い本当にね高校で出会ったんですけどそう本当にね川は溺れるからか言ってないのに何言ってんだよ <laughs> めちゃめちゃ面白いな早く会いたいですねまだ今土日なのでなかなか皆さんに会えませんがはい会いたいですね <laughs> そうそろそろねあれもあるしね そう、頭圧検査が多分そろそろあるんですよ突き始めなのでだからね多分前髪これ完全にアウトなので前髪切らないといけないなと思っておりますそうおんまよそろそろ復活させないとですかねでもおんまよ今せっかく伸ばしてるんで本当に前髪を斜めに止めようかなと迷っております引っかかれじゃないよ <laughs> 引っかかれじゃないよ かかりませんよ私は今んところ1回もね引っかかってないんですよそうあこけしお願いしますだってそうこけしファンの子もいてそうすごいよねだって私さ高校入学した時この長さだったのにこけしが好きってことは私の昔の配信とかめっちゃ遊ってくれてるのそうあの友達めっちゃ昔の配信見てて YouTube とかでそう嬉しいですね こけしファンがいらっしゃるんということでそうでも今ね頑張って髪伸ばし中ですはいやっぱりロング好きの方が意外と多いので、まあ、伸ばせるとこまで伸ばしていこうと思いますそうねそうだからね伸ばします頑張ります あそうだここちょっとね今日巻いてみたんですけどなんか若干ウルフに見えるんですよ若干ですけど本当に若干若干若干ですけどあ巻きちょっと取れてるはいちょいウルフここら辺ちょっとさ全然ウルフじゃないけど後ろの髪はね 前の髪がさここちょっと作ったんですよどうかなでもウルフカットしたすぎてそう今髪伸ばしてるのもあってウルフカットしたいですねでもヒメカットだよねほぼヒメカットそうですウルフカットしたいな <laughs> 学校で姫なのどっちの意味だろう髪型それとも存在 <laughs> 学校全然ですよ学校今だって今作ったんで全然あ存在 <laughs> 存在か存在全然姫じゃないよ逆になんだろうなえ何ですか逆に教えてください坂川姫かとか書かれてて <laughs> ゆうちゃんの存在姫ですだってやめてよ全然姫じゃないからめっちゃうさつくじゃん全然姫じゃないようち王子かとかだってあんまにね友達本当はすぐボケるんですよそうだからねちゃんとまともな会話をしたことがない気がするそうそう全然姫じゃないですよ全然姫じゃない何だろうな存在なんだろう あ、でもなんかねあだ名があってそうあのー、<laughs> これこれ言っていいのかな <laughs> これなんか微妙なあだ名なんですけど、まあ、ひゆちゃんじゃないあだ名があってあの、<laughs> よく私ね「何々ずらって言うんですよこれ多分あの中3からずっと言ってるんですけどなんか「すごいずらとか「そう」 あのコマさんなんですよほぼびっくりずらすぐ言っちゃうんですよねだからあのコマジロあのコマさんじゃないんですよなんか弟なんですよねコマジロっていうあだ名がついててで今来てくれた友達がコマさんでもう一人の子がコマみなんですよ <laughs> どういうことって感じだと思うんですけどまあまあまああだ名ですそう 私はななんんか弟なんですよ私が一番最初に言ってたはずなのにこ <laughs> そう私がま次郎なんですで今来てくれてる一人の子がまさんでもう一人の子がみこまみって知ってました皆さん私まみ知らなくてまさかのまみいるらしいそうそうみこまみらしいあのー、なんか妹 さんらしいだから私は真ん中中間 <laughs> そうでコマさんなんかそうそう難しいけどもうこの話やめよう <laughs> ってことでまあコマジロってあだ名がついてるっていう話ですそう一回調べてみてくださいコマコマミかわいいかわいかった結構ピンクっぽくてかわいいので <laughs> はい <laughs> いほんとに面白いもうほんとにね早く学校行きたいですねほんとにみんなに会えるといいな <laughs> はいはいそうですじゃあ今日はこんな感じで、まあ、ちょこっとこコラボウィークコラボマウスのことをちょっとお話ししたかったのではいあとコマ はい、友達が来てるよっていうありがとうそう本当に最近毎回ね誰かしらは来てくれてるので嬉しいですねありがとうありがとう,そう続きはちょっと LINE で話そうねいっと一旦みんな <laughs> LINE に戻ってねありがとうそうだからはい、はい、改めてコラボマンス来週もありますのでね、はい、コラボ相手楽しみにしていてほしいなと思いますまあ予想して。 いてください当たるのかはさておきですがはいではではねあの告知があります告知って言ってもまあ告知なんですけどまず1つ目なんと本日の10時はい生写真あのね制服のネクタイしためちゃめちゃかわいい衣装の,あの生写真なので是非ちょっと。 ゲットしてほしいなと思います。私のインスタを飛んでいただけばい、いただければリンクも貼ってますので、そちらからぜひね、ゲットしてほしいなと思います。また、その衣装で撮った TikTok も先ほどあげましたので、そちらのいいねと拡散もよろしくお願いします。で、二つ目。二つ目はね、あの、おあおあは思い出した。あのー、あ、 これ,これちょっとまだ言ってなかったんですけどあの後からまた告知するんですけどなんとね福井のあのそうあのねこれですよこれも重要なんだけどこの間ねあの3月に日ゆ日記をした時に福井地元の名物の紹介をしたと思うんですよ。そうあの例えばうん例えばいろいろしたんだけど。 あの、例えば、平子とか、まあ、いろいろしたじゃないですか。ねあの、その中で、なんと、吉村のおかきさんを、あの、大好きなおかきって言って紹介したんですよ。そしたら、なんとね、吉村のおかきさんが、見てくださってて、それを。え、めっちゃ嬉しくないそう、なんと、私のツイッターを見てくださってて、そう、めっちゃびっくりしたの。そう、吉村のおかきって、福井のね、有名な、 あのおかき屋さんがあるんですけどそうなんとねその公式さんが私の,その投稿を見たよってことであのまあインスタの方なんですけど DM が来て「拝見させていただきました」みたいな「ありがとうございます」って言ってあの私の投稿をぜひあの吉村のおかきさんのインスタで出させてほしいってことで 本本当当にに嬉しくて私大好き本当に、ね、あのめちゃめちゃゃめめ好きなんですよっちゃおかき好きであのー、めっちゃ嬉しくて,えって伝わったのと思ってそうでなんとね今もう早速ね吉村のおかきさんのインスタに私の投稿が載っているということではいこれちょっと結構重大な発表なのではないでしょうかね本当に伝わったのめちゃめちゃ嬉しいんですけどはいてな感じで是非ねあのー。 インスタの方で吉村のおかきさんの公式インスタがあるのでそちらの方ちょっとねチェックしてほしいなと思います。うわうわそっちの見てきてください。ちょ嬉しいだから、ね、後から告知するんだ私も。<laughs> そう本当に吉村のおかきさんのおかきはマジで美味しい多分私ね今まで結構おかき好きでいろんなおかき食べてきたんですけどマジで吉村のおかきさんのおかきが一番美味しいめっちゃ種類豊富だしもうね。 たまらないのよ止まらないしままらない止まらなないい止吉村のおかきですよほんとにはい是非ねちょっと福井県に来たらねあの是非とも吉村のおかきさんをね訪問しておかきゲットしてほしいなってぐらいですはい私がもうね日ゆか日記にちゃんと紹介させていただいたのではい是非ちょっと皆さんチェックしてくださいそう えーもう本当にそれがうれしくてちょっとちょっとね今日配信で話そうと思っててまあそれもあって配信しちゃったんですけど <laughs> はいお取り寄せもね是非してほしいですしそう嬉しい本当にねそう大好きなのでやったもう本当に思いが通じたんだと思っていや発信してよかったです本当にありがとうございますかんだ <laughs> ありがとうございます吉村直垣さん <laughs> はい種類めっちゃゃ種類めっちちあるよちょっと私がでもね私のおすすめはやっぱり私がツイッターで「ひゆか日記」で紹介したあのー、なんだろうヒッ,ヒットサラダとあのー、あれですちょっと待ってちょっと待って何か鬼鬼鬼におにうん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 でもおにが何いてる名前のおか何なんですけど。 何だっけ,だっけ,だっけ,だっけちょっとまた思い出してでもねちょっとインスタ見てくださいインスタ見てもらったら分かりますそうでもめっちゃ私のおすすめはそれもう本当においしいはいそう鬼あおにっ子たいな感じかもえそんなんか鬼鬼で見てくださいととりあえず私も出すので見てください分かる分かるあれでしょうだって 本当に分かるのかそうはいありがとうございます本当に吉村のおかきさんありがとうございますはい、ってな感じですかね今日の告知ははい嬉しいのちのち皆さん見てみてくださいこの配信が終わった後にでもはいでははいこの辺でランキング読んでいこうと思いますはいでは今日もいきますよ 13位ライジングさんありがとうございます。また見てください。12位ともくんかな。ありがとうございます。また見てください。11位三ツ星さんありがとうございます。また見てください。10位くんくんさんありがとうございます。また見てください。9位サッタンさんありがとうございます。また見てください。8位ナッカーさんありがとうございます。また見てください。7位直ョコミさんアットマーク今後は坂川隊長の武器を全力で拾っていきます。よろしくお願いします。 ボケが本当か,かたまに難しいところもあるので見極めてくださいありがとうございますまた見てください6位翔くんやっく仕事中のため不在お疲れ様です仕事頑張ってくださいまた見てください5位美香さんコラボ月間楽しみはいコラボ月間是非楽しみにしていてくださいありがとうございますまた見てください4位 GS さんありがとうございますまた見てください3位はやちゃんさんありがとうございますまた見てください 2位マッサンさんありがとうございます。また見てください。そして1位はお、立花さん、アットマーク、今日も配信ありがとう。こちらこそ見てくださってありがとうございます。そして1位おめでとうございます。また見てください。さあ、ラッキーカニカニいきます。今日の22位はタランボさん。ラッキーカニカニありがとうございます。また見てください。さあ、もう一人の方いきます。はっ !45 位、赤ちゃんさん。 ありがとうございます。また見てください。ってな感じで。スクショタイムいきましょうか。今日も見てくださってありがとうございます。どうしよう。この後七五五来る。いきましょうか。七五五米編しようと思います。七五五。この後終わったら。しばらくしてから、ちょっと米編いこうと思うので。 楽しみにしていてください、はい、あ、これは僕強化月間ポーズそうだね頑張るよマジ楽しみ私も楽しみだし皆さんも楽しみにしていてくださいカエルポーズカエルポーズしゃーがないなカエルポーズします <laughs> 姫ポーズ 姫じゃないけどね全然姫ポーズしますかではではコラボ月間頑張るぞポーズいきますよーいピあと姫カット見せたい姫カットとウルフカットだったもう姫に影響されてちょっと待ってよしよーい 頑張ります。頑張ります。楽しみにしててね。ハハパワー。ハハ。<laughs> 頑張ります。ウイ。はい。ってな感じで。次カエルポーズ。カエルポーズってどんなポーズだよ。カエル。い <laughs> ろんな動物にもなれちゃうこれでいきます。 いきます。よーい。ピ。<laughs> ゲロ。<laughs> ゲロ。どうだ。ちょっと椅子が回転しちゃって。体がよじれちゃうんですけど。ゲロ。クマじゃないよ。カエルだよ。ゲロ。できました。<laughs> これでいいのかな。<laughs> それでは最後姫ポーズ。 姫ポーズねなんだろうなちょっと待ってね全然姫みたいな存在じゃないですけど姫ポーズしちゃって終わりますもうでもちょっとね確かに姫カットっぽいよねあ前髪長長姫姫じゃないけど全然い <laughs> きますよーいふん はい、そんな感じで以上になります今日は2398人の方が見てくださってありがとうございますはい、コラボ月間楽しみにしていてくださいそして後々インスタ755、ツイッター上げますのでそちらもお楽しみにでは今日も一日お疲れ様でしたまた明日も頑張りましょうおやすみ、バイバーイありがとうございました